トロイア城壁前で捕虜となるシノーン。シノーンはギリシア神話の人物で、アエシモスの息子。アエシモスはアウトリュコスの息子なので、系譜上はオデュッセウスやヤーソーンのいとことなる。しかし、オデュッセウスと同じくシーシュポスの息子であるとも言われる。彼は赤いア勢としてトロイア戦争に参加し、トロイアの木馬作戦で体を張って活躍した。小惑星シノーンは、 シノオンの名前にちなんで命名された。トローイア勢がギリシア軍の野営を攻撃しようとしたとき、野営から煙が立っているのが見えたので、注意ぶっかく、それに近づいた。そこにギリシア軍の姿はなく、巨大な木馬とその脇に立つシノオンだけが残っていた。野営はすべて放棄され、彼が一人で煙を起こしトローイア勢を呼び寄せていたのが分かったので、 トローヤ軍は彼を取り囲んで問いただした。しかし彼は答えなかったので、拷問にかけた。最終的に彼は、ギリシア人は撤退し、木馬はアテーナーに捧げたものであることを話した。彼の話によると、オデュッセウスは、シノーンを生贄にしようとしたが、シノーンは沼地に逃げた。彼を見つけるのを諦め、軍は撤退したので、シノーンは木馬のところに戻ったという。 トロイヤ人はこの話を信じたが、ラーオコーオオンだけはこれを疑った。トロイヤ人は死の恩を気の毒に思い神の怒りも恐れたので、木馬をトロイヤに運んだ。彼はギリシア軍を裏切ったように装いトロイヤの捕虜となった。そしてギリシア人がトロイヤに巨大な木馬を置いて去っていったのはギリシアへの帰還の旅がうまくいくように神に捧げたものであると説明した。 そしてなぜこれほど巨大なのかというと、トローヤ市内にこの木馬が運び込まれると、この先トローヤを赤カヤゼーが攻撃することがあっても、トローヤは決して陥落しなくなるからであると言った。トローヤ人はこれを聞き納得し、市内に運ぶのに妨げになった縄文を破壊し、木馬を町の中心部まで運んだ。この時、カッソンドラとラオコオーンがそれについて反対したが、 前者は予言を人々が信じない運命にあったため無視され、後者は神の放った海の蛇の怪物に息子を食われた。巨大な木馬の中にはギリシア軍の兵士たちが潜み、夜になると馬から出て城壁の扉を開け、退却したように見せかけていた他の赤い野勢を引き入れたので、トローヤの運命は決定した。ありがとうございます。